多分軍事施設のセキュリティを想定した仕掛けなんじゃないかな。潜入脱出ミッションの訓練用の。きな臭い訓練メニューね。レイストン要塞の時を思い出すわ。それはともかく、仕掛けが動いているってことはやっぱり両兵団の仕業なのかしら。うん、間違いないと思うよ。でも敵だってこの施設のことを知り尽くしているはずはないんだし、慎重に、そして確実に進んでいこう。あ、ん？どうしたの、エステルちゃん。慎重に、そして確実にって、シェラネーも同じこと言ってたかも。バレちゃった？うん、シェラ先輩の受け売りなんだ。私、準遊撃士の時に先輩のお世話になったんだけど、すごくおっちょこちょいだったから口癖のように言われてたんだよね。なんだかすごく親近感を感じるわね。私はシェラ姉だけじゃなくてヨシュアにも言われてたけど、でも今は私たちしかいないのよね。うん、そうだね。行こう、アネラスさん。慎重に、そして確実にね。了解だよ。
バッチリ。これ、何かの装置みたいだね。オーブメント仕掛けのスイッチにも見えるけど、とりあえずは持って行った方がいいんじゃない？ここは訓練施設だし、どこかのトラップ解除に使うのかも。確かに、それは言えてるわね。ここに来るまでも、ゲートとか真っ暗な部屋とか、いろいろと用意してあったもんね。備えあれば、なんとかなしだよ。じゃあ先に進もうか。うん、行きましょう。
義は勝つだね。さあエステルちゃん、この先も気を引き締めていこう。よく来やがったな。あっ、やっと出た。よく来たな。俺たちの新たな拠点によ。仕掛けは楽しんでもらえたかい？ええ、おかげさまでね。それよりもクルツさんたちはその扉の向こうにいるみたいね。痛い目に遭う前に解放した方がいいと思うよ。小娘二人が随分とさえずるじゃねえか。父とも知らずにのこのこ飛び込んでくるとはな。それを言うならあんたたちだって同じでしょ。何が目的か知らないけど、袋のネズミと同じじゃないの。何？ギルドの応援もすぐに来るよ。そうなったらあなたたちの勝ち目はないと思うんだけどな。はっ、宿舎の通信機は完全に破壊した。それでどうやって連絡を取る？何かうまいハッタリは。連絡なんてそもそもする必要がないのよ。定時連絡がない時点でこちらに異常が起きたのはギルドにも分かってるはずだし。何？確かに今朝の時点で異常に気づいているはずだから。うん、そろそろ応援が到着するかも。チッ、爪が甘かったみたいだな。まあいい。どのみち貴様らは目障りだ。とっとと片付けさせてもらうぜ。望むところよ。いざ尋常に勝負だよ。
ステルちゃんも気づいた？見事騙されてくれたようだね。面白いように引っかかったな。あらて。だから違うって。もう口調は変えてないから、あんたたちにもわかるだろう。その姉さん口調、もしかして、カルナ先輩？ビンゴだ。アネラス・エステル、ずいぶん久しぶりじゃないか。久しぶりって、一体どうなっちゃってるの？それじゃ、こっちは。クラッツ先輩ですね。おうよ。よう、お二人さん。お疲れ様だったな。お疲れ様って、もしかしてこれって？そういうことだ。エステル君、アネラス君、最終訓練、ご苦労だったな。最終訓練？つまり、昨日の襲撃から全部お芝居だったんですか？この訓練場における慣例のようなものでね。最終訓練は訓練生を騙して危機的状況を体験させる思考なんだ。あんですって。んで俺たちはその手伝いのためわざわざリベールから来たってわけだ。なかなか楽しませてもらったよ。先輩たちってば意地悪すぎですよ。そうよ。私たち本気でピンチだと思ったんだからね。まあそれが狙いだからね。ちなみに言っておくが、本物の良平はこんな甘くはないぞ。リベールでは良平団の運用は禁止されているから、あまり想像できないだろうけど、他の国じゃ遊撃士協会と良平団の対立は日常茶飯事なのさ。自然と遊撃士たちも危機的状況に備えているものが多い。だからリベールの遊撃士にも一度は危機的状況を体験してほしい。そんな親心の表れだと思ってくれや。はあ、ずるいな。そんな風に言われたら文句言いたくても言えないわよ。ずるいよね。あらあら、もう終わっちゃったのかしら。あ、管理人さん。管理人さんもグルだったんですね。グルなんて言わないで。お芝居って言うから、私も一生懸命セリフを覚えたのよ。迫真の演技だったでしょう。ええ、完全に騙されましたとも。二人ともお疲れさん。ああ、嘘つきな人だ。結局のところ全員がグルだったわけね。それじゃあ宿舎の通信機って？あれはジャンクパーツさ。本物の通信機は別の場所に保管してあるから心配いらないよ。本当は僕も最後まで人質として出てこない予定だったけど、君たちが新型オーブメントをどう使いこなすかを知りたかったから、あのタイミングで現れたってわけさ。まったくもう、みんな用意周到すぎですよ。でも結局のところ騙された私たちの負けかな。悔しいけどそうかも。落ち着いてよく考えれば不自然なところはかなりあったし、まだまだ修行が足りないな。そう落ち込むことはない。グラッツも言っていたが、今回は君たちの実力を試すよりも危機的状況を体験してほしかった。そういう意味で演習は大成功だ。
では改めて、アネラス・エルフィード。あ、はい。エステル・ブライト。はい。これをもって本訓練場における総合強化訓練の全過程を終了する。この3週間本当にご苦労だったね。それじゃあもう明日には。すでにリベール行きの定期船のチケットは取ってある。もう今夜は何も起こらないから、二人ともゆっくり休んでくれ。打ち上げと送別会を兼ねて今夜はごちそうにしなくちゃね。いいところじゃない。教授もいい趣味してるよね。遅かったな、カンパネルラ。やあ、ケンテ、ずいぶん久しぶりだね。君がいない半年間、寂しくてたまらなかったよ。心にもないこと。帝国遊撃士協会の襲撃はお前が担当したと聞いている。カシウス・ブライトの相手はさぞかし楽しかっただろう。なんだ、知ってたのか。いや、あのおじさん本当とんでもない人だよね。僕の存在は知らないはずなのに、次々と的確な対策を取られてさ。おかげで手持ちの両兵団を一つ潰されちゃったよ。デスター両兵団か。一度稽古はつけてやったが、どうにも凡庸な連中だったな。牽制の相手は少々荷が重かっただろう。でもまあ、君の工作完了まで足止めできたから上出来かな。あれ、もしかして君ってば彼との対決が楽しみだったとか。少しな。だが野に放たれていた虎も軍務という名の鎖につながれた。もはや正攻法で我らを止めることはかなうまい。教授の計画が見事図に当たったみたいだね。それじゃあ他のメンバーはもうリベールに来てるのかい。ああ、昨日集結したばかりだ。もっともブルブランのやつは前から下見をしていたようだが、怪盗紳士、野生狼、幻惑の鈴、殲滅天使、揃いも揃って癖のある連中ばかりが集まったものだ。そういう君だって相当癖が強いと思うけどね。そういえば彼、行方をくらましたんだって。楽しみだな。僕たちレギオンの中でも隠密行動ではピカイチだったしね。検定と白面相手にどこまで頑張ってくれることやら。所詮何年も前に結社から足を洗った人間だ。大した脅威になるはずがない。いやいや、そんなことはないと思うよ。いやあ、カンパネルラ、わざわざご苦労だったね。見事カシウス・ブライトを足止めしてくれて助かったよ。楽しい仕事だったよ。しかし教授の計画書を拝見させてもらったけど、いやはや随分と楽しいことを考えてるじゃない。道化したる君にそう言ってもらえるとは光栄だ。しかし実際の計画ではもっと楽しんでもらえると思うよ。何しろ今回協力してくれる諸君は皆個人的な目的を持っている。
私も、そしてこちらの彼もね。否定はしないさ。あなたに思わせぶりにほのめかされる筋合いはないがな。やれやれ、釣れないことを。なるほど、いろいろと事情がありそうだ。まあいいや、教授の悪趣味はもはや芸術的とすら言えるからね。存分に楽しませてもらうよ。悪趣味とは聞こえが悪い。まあいい、心ゆくまで今回の計画を見届けるといい。我らが名手の代理としてね。任せておいてよ。執行者ナンバーゼロ、道化師カンパネルラ。これより使徒ワイスマンによる復員計画の見届けを始める。どうして来たんだ。個人的な用事だから付き合う必要はないと言ったはずだよ。かわいくないやつ。人がせっかく心配して探しに来てやったのにさ。それにこの有様は興味を持つなって方が無理さ。見たところ廃墟になったのはここ10年くらいの間みたいだな。俺たちは3年前まで北部の領地に住んでたんだが、南部で村が廃村になったなんて今まで聞いたことがなかったぞ。なんていう名前の村だったんだ。ハーメル、かつてそう呼ばれていた村さ。ハーメル、聞いたことのない名前かも。キールニー知ってる？いや、俺も聞いたことがないな。兄貴はどうだい？待てよ、かなり前に帝国政府から何かの通達があったような。ダメだ、思い出せねえ。なんだよそれ。僕の用事は終わりだ。あなたたちには関係ないのに付き合わせてすまなかったね。別にそれはいいんだけどさ、あんた最初に会った時と態度が違いすぎるんじゃない？僕たちを舐めてるわけ？君にそんなことを言われる筋合いはないな。最初に出会った時随分道に入った演技をしてくれたじゃないか。僕の態度もそれと同じさ。本性ってわけかよ。そう思ってくれて構わない。少なくとも今の僕は遊撃士とはかけ離れた存在だ。なんだか知らんが、いろいろと事情があるみたいだな。ま、本性を出してくれた方が
こちらとしても信頼はできる。上辺を取り繕われるよりはな。それにおめえには王国軍に追われていたところを助けてもらった借りもあるしな。そのクソ生意気な態度も少しは多めに見といてやら。多めに見る必要はない。あなたたちを助けたのはあくまで利用できる駒が欲しかっただけだからね。貸しに見合う働きを期待させてもらうだけさ。口の減らねえガキだな。だがまあおめえの提案は俺たちにとっても渡りに船だ。せいぜい俺たちの方もおめえを利用させてもらうぜ。それでいい。僕と行動を共にするのはかなりの危険がつきまとう。その危険に見合うだけの協力はさせてもらうつもりだ。ほんと可愛くないやつ。なんでこんなやつのことをあの時一瞬でも。なんでもない。不思議そうな目で僕を見るな。どうどうジョデット。まあいずれにしてもお互い目的を達成するまでは俺たちが仲間ってのは確かだ。よろしく頼むぜ、ヨシュア。わかった。よろしく頼む。そろそろ出発するかよ。ああ、戻ろう。リベール。見えざる影に覆われた地へ。